ロウォーズファンの皆様、おはようございます。今日はウェブパソコン版とモバイル、スマホ版の活動日記になります。最初はウェブパソコン版の話だよー。ウェブパソコン版では、今週の木曜日まで新ペット、アクセル、の歓迎イベントを実施中です。アクセルのソウルストーンは、イベント終了後はしばらくの期間ですが、ゲーム内で入手できないことが告知されているので、とりあえず星が3つのアクセルまでは入手しました。しかし、星が4つのアクセルを今回のイベントで獲得しても、それ以降はソウルストーンの入手の見込みが当面はないので、私は星が3つのアクセルで我慢しようと思います。当初から、ヒカキンでこのイベントをしゃぶり尽くすのは無理だとわかっていましたが、イベントをあと3日間残した時点で、アクセルを断念することになったのは残念です。そこで、残りの3日間で、できる限りのポイントを稼ぐことにして、獲得したポイントで、ペット関連のアイテムを入手する方向に方針転換をしました。私のギルドメンバーの中には、このイベントをかなり頑張っている人が数名ほどいますので、毎日のようにお裾分けの抽選券とゴールドが届きます。日本円で約1万2000円を課金したとわかるお裾分け品も10回ほど届きましたが、このゲームが本当に好きな人はガンガン課金するなぁ、と驚いています。私は当初から、このゲームを長期間遊戯する計画だったので、時間を買う要素でしかない課金はしないと決めています。貧乏ということが最大の理由なんですが、それは禁則事項ということで空気を読んでください。カーク信者は非課金でアリーナ20位を目指しているから、課金はしない、という状況設定なので、おう、と反応していただければ嬉しいです。モバイル版の話をするよー。パソコン版のギルド戦は午後6時に開幕しますが、モバイル版のギルド戦は午後4時から開催されています。今日は合計パワーが1万を超えたタイタンを使って、ギルド戦で対戦相手をボコボコにしようとウキウキしていましたが、思い通りにならないのがヒーローウォーズです。楽勝で勝てると踏んでいましたが、蓋を開けてみると、ブリッジに敵の2万パワーのタイタンが鎮座していました。なんだよなぁ。今日の対戦相手はガチ勢かよ。ガチ勢はさっさとゴールドリーグに行ってくれよ。私が遊戯しているサーバーはスタートしてから日が浅いので、現在は玉石混交の状態です。こっちはせこせことエメラルドを入手するために、エメラルドをもらえるゲームを必死に同時進行で頑張っていましたが、そんな私にこの仕打ちは厳しいですね。ああ。同じ敵に二度挑んでも倒せなかったよ。こうやってクジルを舐めながらでも、カーク信者は上を目指してコツコツと頑張り続けます。ちなみに、昨日までのゲームでは1655エメラルドをもらえたから、今日から8000エメラルドをもらえるゲームにチャレンジしています。それはエボニーというゲームですが、正直な話をすると、あまり好きなタイプのゲームとは言えません。農耕をしたり、将軍を雇用して兵士を鍛えたりと、至るところに課金する要素が満載のゲームテイストになっています。何がどうなっているのかさっぱりわからないままゲームを進めていますが、予想では数週間ほど遊戯をしないとエメラルドをもらえる状態にはならないと感じています。でも、これを頑張れば、大好きなヒーローウォーズで、エメラルドを8000も入手できるからね。このままだとモバイル版のヒーローウォーズを極める前に、100種類くらいのスマホゲームを遊戯することになりそうな気がしますが、そういったことは深く考えてはダメなのです。今はスマホ版でもブロンズリーグ昇格を目指して、タイタンの強化を頑張り続けます。なお、この数日間のエメラルド獲得ゲームを遊戯した結果、締め切り期日が設定されていないゲームを複数同時に進めた方が、時間効率を最大化できると気がつきました。子供の頃でさえ、ここまで必死にファミコンを遊戯したことなどありませんでしたが、まさか大人になって複数のゲームを同時に遊ぶとは、人生何があるかわかりません。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回の動画はここまでになります。では、最後になりますが、
無料エメラルドをもらうために、他のゲームも同時進行で遊戯している人は、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。